次に浅野野君、えー、国民民主党の浅野聡でございますまず冒頭、ロシアによるウクライナ侵略に強く抗議をいたします、また、ウクライナ国民の支援に当たっている多くの国々の皆様に敬意を表し、また、ウクライナ国民の皆様のもとに一日も早く平穏な日々が戻ることを心から記念を申し上げて、質問に入らせていただきます。 また合わせてですねあの本日の質疑なんですけれども、えー、日本医師の会の皆様から三分間時間をいただいたことに感謝を申し上げますまた先週までですねもう森山理事にもいろいろご配慮いただいたことにも感謝を申し上げますこの三分間貴重な時間としてしっかり使わせていただきたいと思います、えーまあ、今日はですねあのちょっと通告 あの数日前にこの時間変更になりましたので、通告は小林大臣のみになりますけれども、えー、よろしくお願いいたします。えー、今日は取り上げたいのはです、ね特、特定重要技術の開発支援についてであります、まあ、法律でいうと第4章関係になりますけれども、えー、まずです、ね、この特定重要技術の定義について、確認させていただきたいと思います。あのー 今日これまでの議論の中でもありましたがまあどういったものを想定しているのかというイメージも含めてご答弁いただければと思いますよろしくお願いします小林大臣お答え申し上げますこの法案の特定重要技術これは法案の第61条に規定されている通りでございますが先端的技術のうち 当該技術もしくは当該技術の研究開発に用いられる情報が外部に不当に利用された場合または当該技術を用いた物資もしくは益務を外部に依存することで外部から行われる行為によってこれらを安定的に利用できなくなった場合において国家国民の安全を損なう事態を生ずる恐れがあるもの。 これはの法文上の定義でございます今、委員からイメージというあのお話ありましたので、これ、具体例といたしましては、あのもちろんこれからあのいろいろ考えていくことになるんですけれども、有識者会議の提言におきまして、まあ、その宇宙、海洋、AI、量子、あるいはバイオといったまあ分野が示される中で議、議論の過程におきまして、 衛星コンセレーションの技術、また海洋分野でのセンシング技術が例示されました、まあ、それに加えて、このほかです、ね、例えばサイバーセキュリティ上の脆弱性の検知技術ですとか、AI 処理などが可能なコンピューティング技術なども含まれうると考えているところでございます。 はい、いありがとうございます。あのまあ、この61条に記載されているとおりの、まあ、定義だということなんですけれども、私、この中にいくつか要素があると思うんですね、まずはあの先端的な技術のうちということで、えー、先端的技術というものに限定がかかっていること、そして、 あの安定的に利用できなくなった場合において、国家および国民の安全を損なう事態を生ずる恐れがあるものということで、安定供給が損なわれた場合に、何らかのえまあ安全を損なう事態を生ずる可能性があるものということなんですが、あ一言で言うと、非常にあの抽象的な定義でありまして、これからの具体的な あものはです、ね、限定をかけていくんだと思うんですけれども、ここは非常に大事なところだと思いますので、えー、しっかりこれから提示をしていただきたいと思います。まあ、例えばですねあの、アメリカを例に挙げますと、アメリカはですね、2019年に国防権限法という法律が改正をされまして、ここであの14の技術が輸出管理対象に新たに追加をされております。でそれはあのちょっと読み上げると長いんですが、例えば、 あのバイオテクノロジーですとか、AI 技術ですとか、あとはマイクロプロセッサー技術ですとか、3D プリンターとか、あとはドローンとかロボ,ロボティクス技術とか、いろいろあるんですね、14あります。で、これをよくよく見てみますと、あの必ずしも先端的技術、まあ、いわゆる最先端の今ない技術ではないような印象も受けます。で次の質問なんですが この特定重要技術の定義に含まれる言葉の先端的技術、この先端的技術というものがどの範囲、どういう定義なのか、このあたり、教えていただけますでしょうか。小林大臣お答え申し上げます、これ、法文上はですね、えー、先端的技術これあの、これも同様に第61条にございまして。 将来の国民生活及び経済活動の維持にとって重要なものとなりうる。先端的な技術と定義しています。で、具体的には先ほど申し上げた分野でいうと、その ai です。とか、量子この我々の。 まさに将来の国民生活を支えていく技術というのがイメージです。今、委員おっしゃったように、国防権限法、いわゆるエマージングテクノロジーを最初14指定しまして、確かそこから増えているはずですけれども。 また中国は製造2025があって、それぞれこう力を入れる技術分野というのがあります。日本で言えば統合イノベーション戦略というものがあります。確かに今委員ご指摘の アメリカの,その例えば14分野を見ても、先進技術、先進的技術だなってイメージにフィットするのであれば、そうではないものもあろうかと思います、従来からの。ただ、あ,あれは本当に大雑把な括りであって、それをいかに多分細分化していくかということが、おそらく重要であ,るかあろうかと思ってます。 半導体というふうに言ったときも、あのもうまあ、半導体もすでに汎用品であったりしますけれども、半導体もじゃあ、今のままで別にとど技術がとどまるわけではなくて、次世代半導体っていうのも各国はしのぎを削ってやろうとしているし、その先の例えばあの、光電融合技術みたいな話もあるし、まあその、そこだけ見ると、決して新しいものではないかもしれませんが、それぞれの分野において、 さらにその進化した先の,その技術というのはあーあの、早期しうるものだというふうに思っておりまして、あの今後、こうしたあのアメリカと同じように、例えばその14、あるいはそのもう少し増えた程度でこうリストを作るかどうか。まああの まあそれは多分検討の余地があると思っておりましたできる限り、この法案の中に、これも基本指針を作ることになるんですけれども、そのどういうものがその特定重要技術に当たりうるのかというところは、有識者の方の意見も聞きながら、できる限り明確に定めていきたいと考えています。麻生君 はい、あの具体的な事例も交えてご説明ありがとうございました。あの今、半導体を例に挙げられましたが、まさにです、ね、あの先端的技術という言葉を使うと、ともすると今存在していない、あるいは今実用化に至っていない、比較的新しい技術分野という印象が強いわけですけれども、あの大臣がです、ね、例示されたように、半導体などは、 まさに半導体の技術なんていうのは、昔からあるんですけれども、これが数年おきにさまざまな技術改良を加えられて、どんどん性能が上がっていって、それが今、本当に安全保障上、重要な技術になっているという状況、ものもありますので、この先端的技術のうちという定義がついている以上は、この先端的技術の範囲をしっかりと明示をしていただいて、その上でこの指針を定めていただきたい。 と思います。まあ、産業界からしてみると、やっぱりどの範囲の中から選ばれていくのかというところが非常に重要ですし、それが予見可能性の向上にもつながりますので、ま是、あ、非お願いしたいところでございますそれではあの次の質問に移りたいと思うんです。けれども、あのまちょっと実は3問目に。あの特定重要技術の要件に先端的技術を。 加えた背景みたいなものをちょっと聞こうと思ったんですが、今のやり取りで少し解消しましたので、飛ばさせていただきます。次の質問なんですがあの、今度はシンクタンクの話です。令和5年度までに創設することを目指している新たなシンクタンク組織について伺いたいと思います。あの今日の午前中の質疑を聞いておりますと、まああのえー、国内外の研究機関とのネットワークも活用しながらですね、技術動向であったり、 まあ社会経済情勢などについて調査を行う機関というものを想定していて、ハブ機能を有する、ハブ機能のような、そういうシンクタンク機能をイメージしているというやり取りがありましたが、もう少しその辺あたり、整理をして教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。小林大臣 今、令和5年度に本格的に立ち上げることを目指しているシンクタンクなんですけれども、 この法案に基づく委託調査を含めて、国内外の技術動向、社会経済動向、また安全保障など、多様な視点から科学技術、イノベーションに関する調査研究を行うものでございます。まあ、具体的には国内外の研究機関などとのネットワークを活用した、今委員ご指摘のとおりなんですけれども、先端的な技術をめぐる国内外の情勢や研究開発動向などに関する調査分析、そして政策提言機能、 これが1つですで関係省庁や国内外の関係機関、あるいは専門家と緊密に連携の上えー、さまざまな情報を集約するハブとしての機能、これが2つ目です。 で先端的な技術の動向などについて、高度な知見を有する人材を確保、育成する機能、これも重要だと思っておりまして、これも3つ目、あの機能として位置づけておりまして、この3つの機能を、主な機能を発揮させたいというふうに考えております。ここれれはあの今あの委託調査をちょっと行っているところなんですけれども なので、これ、令和3年度、4年度の委託調査ですので、その委託調査も踏まえた上で、具体的な形を作っていくということになろうかと思いますけど、いずれにしても、いきなりこうアメリカのランド研究所とか、ダーバとか、そういうその大きなこう研究所が、どんと令和5年度に立ち上がるわけではないと、当然、そのまあ一歩一歩ですね。 時間はかかるかもしれませんが、一朝一夕なりませんが、着実に進めていきたいというふうに思っています。で、あくまで現時点でのイメージですけれども、数十人規模の専門家による体制からスタートをして、経済安保重要技術育成プログラムの実施に資する調査分析を中心に行い、また段階的にネットワークの規模や活動内容、体制を充実させて、将来的には、 連携する外部の専門家の方なども含めまして、まあ、例えば100人を超える規模感で活動していくことが想定されるところでございます。 あの今、なんとかその令和4年度にかけて、このシンクタンク機能に関する施行事業、これを実施しているところでございますので、幅広い分野の情報収集、整理、また経済安保の強化、推進の観点から、育てて守るべき技術を抽出するための調査分析を進めているところでもございまして、この事業の実績を踏まえて、令和5年度目指して、具体化を図っていきたいと考えています浅間君。 はい、いありがとうございましたあの、えー。調査研究、そしてハブ機能、また人材開発、育成と、こういった機能を有するシンクタンクということでありましたが、あのまあ、そういった要素を備えたシンクタンクを作るという、その,あの心というのは、私もよろしいと思います、ぜひ必要だと思いますし、ぜひ作っていただきたいと思います。問題は、まあ、時間軸なんですね。であの まあ、アメリカとかヨーロッパのこのシンクタンクの動きを見ておりますと、あの最初はです、ね、それぞれ、そのシンクタンク設立したときはです、ねえー、我が国が今まさにや,っているやろうとしているような、えー、海外動向を把握して、技術潮流を把握してで、そしてそこに対して自国のテクノロジーを戦略的に育てていく、まあ、こういう思想のもとに、えー、シンクタンクを作っているんですが。 まあ近年ではちょっとその役割が変わり始めていますどういうふうに変わり始めているかというと、もう大臣ご存じかもしれませんが、いわゆるその米中貿易摩擦、覇権争いの中で、さまざまなその経済的なまあ制裁であったり、あるいはいわゆるエコノミックステートクラフトと呼ばれるような、その経済的な取り組みで自ら有利な環境を作り出す、そういうまあ経済的戦術というんでしょうかね。まあ、これが あの国際的にも多くなってきております。ですから、最近のシンクタンクの役割としては、技術を育てる勘どころを抑えるという機能にとどまらず、そのどんなリスクがあるのかを分析をしたり、あるいはどういう攻め方が一番効果的なのかという戦術を自ら考え出すような領域に足を踏み入れ始めています。えーまあ、現実問題アメリカの NEC ではです、ね、まあ、そういった領域にまで活動の幅を広げようとしているという話も聞いております。ですので、ちょっと我が国もです、ね、スピード感を持って、このシンクタンクの整備を進めていかなければいけません。で次の質問なんですが、じゃあ、シンクタンクを作るのはいいと、ただ、先ほど、ハブ機能を有するともおっしゃっておりました。ハブ機能というからには そのハブの先がつながるいくつかの組織だったり、研究機関があるはずなんですけれども、このシンクタンク機能を補いうるこの組織というのは現状、存在しているんでしょうか、どういったものがあるのか、ぜひご紹介いただきたいと思います小林大臣あの。この法案におきまして、いわゆるシンクタンクの要件といたしまして、 先端的技術に関する内外の社会経済情勢そして研究開発の動向の専門的な調査 研究をを行う能力を有すすることことれが1つで,すで先端的技術に関する内外の情報を収集し、整理し、そして保管する能力を有すること、これ2つ目で。3つ目として、内外の科学技術に関する調査・研究を行う機関、あるいは海外技科学技術に関する研究開発を行う機関、えー、その他の内外の関係機関と連携する能力を有すること、また情報の安全管理のための措置を的確に実施するに足りる能力を有すること、まあ、このいくつか要件が定められて いますこの能力につきまして個別の分野について、こうした能力を一定程度有する調査研究機関は国内にも存在すると承知をしています。例えば、JST ・科学技術振興,振興機構の JST にある CRDS ・研究開発戦略センターや、NEDO の、 TSC ・技術戦略研究センター、こうしたものが、一応、そのシンクタンク機能に関する検討結果報告書では、列挙されています、ただですね、他方、こうした機関だけでは、経済安全保障上の政策ニーズに対応した技術の探索や重要技術の絞り込み、これはあの委員が、まあ、そこは見極め、目利きといったところですけれども、それに加えて、 政策立案に資する提言、これはあのリスク分析というのも入ってくると考えています。でこうしたあの機能を実現するのは、そうした今、私が申し上げた機関だけだと、困難だというふうに思っておりまして、既存のさまざまな機関とも連携しながら、この多様な視点から調査、分析を行う、新たなシンクタンクを立ち上げることが必要であると認識をしているところであります浅川君。あ、はい、ありがとうございいますあの まあ私も同じ認識でありまして、やはり既存のあのこのジェイエスですとかネドとかあるいは国際問題研究所だけではですね、その我々これから必要となるシンクタンク機能のすべてをカバーすることはできないのではないかという懸念を持っています。あのそういう意味でシンクタンクを作ること自体に反対はいたしませんが、問題はやはりその。 実効性、組織的にちゃんとその総合力を発揮できるような形にできるのかどうかというところも重要だと思います。まあ、例えばですね、JST とか NEDO のまあ任務というのがどういうものかというと、やはり JST でいうとですね、あのまあいわゆる科学技術イノベーションをまあ生み出して、世の中のまあ日本の技術水準を上げていくことですし、まあ、NEDO に関して言えば、ですね、まあ、社会の変化に応じて、その 実効性のある提言を行い、またその技術の社会実装を促すと、まあ、こういった観点なんですけれども、ただ、経済安全保障ですので、この安全保障の観点、経済安全保障の観点をもって、日頃から、えー、あらゆる活動をしていくことというのが非常に大事なんだと思います。でそ,ういうそういう点で、一つ、まあ、ご提案を申し上げたいのはですね、あのまあ、この 新たなシンクタンク組織は、やはりその重要性を考えればです、ね、経済安全保障を組織目的とするまあ組織として設立するのみならず、そこが、そ,そこと関わるあらゆる組織に対してもです、ね、この経済安全保障の観点を、組織目標に加えて、一体的に動けるような仕組み作りをするべきだと思うんです。あのイメージとしては まさに米国の DARPA のような国家安全保障を主なミッションとした中核組織、そしてそことつながるあらゆる、例えばランド研究所や全米科学アカデミーもそうでしょうけれども、やはりそれぞれが経済安全保障、あるいは国家安全保障という一つの目標を持ってです、ね、活動しているからこそ、一体的なあの一体性が発揮できるんだと思うんですね。 でこのあたりその各組織の組織目標のにも目を配っていただいてしっかりとあの機能するようにしていただきたいと思うんですけれども大臣のご見解を伺いたいと思います小林大臣、あの世界各国でさまざまなイノベーションが進展するとともに社会に対するその脅威これも多様化している中でさまざまな脅威に迅速に対応するには。 安全保障の視点も含めて、まあ、幅広い政策ニーズの把握、また技術情報の収集、整理、分析が重要と考えていますで。委員ご指摘のとおりですね、すべての関係者間で課題やあの課題意識ですとか、目標を共有するという観点からは、あのおそらく一つの組織の下で、関係者が調査、分析することが理想的なんだと、私も思います。 ただあの、それはそう認識はしてるんですが、そのさまざまな分野における最新の情報ですとか、知見の収集というのを、まあ、今の時点で、まあ、この本当に近い将来ですね、一つの組織で行うことは、まあ、なかなか難しいんじゃないかというふうに思っているんです。でそういう観点から、新たなシンクタンクにおきましても、まあ、政策当局や既存の研究機関などと連携をし、 先ほど来話に出ているネットワークのハブとなりながら、多様な政策ニーズを踏まえた重要技術の検討を行うことが必要と考えています、ただし、このハブというものがずっと一定の,その規模でいいかというと、おそらくそれはやっぱり、少しずつやっぱ強化をしていかなきゃいけないと思うんです、これも多分おそらく大きくすればいいっていうものでもなくって、多分そのアメリカの、例えばそういう、まあ、主要な研究機関を見ていると、このある意味、新陳代謝をこう やったほうが、まあ、新たな視点を取り込めるということもあり,あ,ありますので、その規模を大きくすればいいというわけじゃないんですけれども、おそらく最初はそれほど大きなあのハブにはならないので、そこをでも着実に大きくしていくという努力は必要だと思っています。でやはり今あの、委員からいくつか具体的な名前に出ましたけれども、その海外の機関におけるその企画立案プロセスですとか、あるいは組織目標、あるいはその人材システムの講事例なども参考としながら、 この調査研究をリードする、優秀な人材の確保ですとか、産学間の人的ネットワークの構築を含めて、具体化を進めていきたいと考えています浅君、はい、じゃ引き続き議論をさせていただきたいと思います終わります。